皆さんこんにちは。テレビ朝日の前身であったテレビ局が放送をしていたオーディション番組決定版あなたをスターにに、においてボンド企画にスカウトされてから CM などに出演し、歌手としても女優としても話題となり、1億人の妹というキャッチフレーズをもとに活動していた女優の大場久美子さん、2024年2月28日に自身の YouTube チャンネルで家族と別居していることを明かしました。今回は別居の理由や怪我の過去についてお話ししていきたいと思います。大場久美子さんは1960年1月6日に生まれ、埼玉県川口市出身です。女優の道を本格的に歩み出したのは1973年の大場久美子さんが13歳の頃でした。1973年にとある劇団に入団して、翌年の1974年に愛の三画にてテレビドラマデビュー、さらに翌年の1975年15歳の時にネットテレビ朝日の前身のテレビ局が企画していたオーディション番組である決定版あなたをスターにで審査員特別賞を受賞し、芸能プロダクションのボンド企画にスカウトされています。そこから本格的に大場久美子さんの芸能活動が開始されました。スカウトされてから2年後には CM 出演や歌手デビューを果たします。1億人の妹というインパクトの強いキャッチフレーズや親近感を覚える歌詞や曲調で人気を博しました。1978年テレビ番組コメットさんの2期で2代目コメットさんを演じたことで大場久美子という名前が全国に知れ渡ることとなり、たちまちブレイクしていきました。ブロマイドが爆発的に売れていたり、活躍を次々としていったことでトップアイドルの仲間入りを果たしました。一躍トップアイドルとなった大場久美子さんは1979年に7枚目のシングル「スプリングサンバ」が自身最大のヒットを記録していました。ただヒットしていたのはいいですが、当時はレギュラー7本を抱えるほど売れっ子だったため、新しく歌番組への出演するスケジュールが取れなかったため歌番組への出演はできていなかったのですが、同年の4月に NTV 紅白歌のベスト10という番組で赤組司会者に抜擢され、白組司会者であった堺正章さんとのトークでも絶好調で人気をさらに獲得することができました。当時についても大場久美子さんは、司会はとても苦手でした。台本を丸暗記して一言一句間違わないようにしてはいたんですが、曲紹介で曲名を間違えてたり、ちょっとでもアクセントが違ってたりすると歌手の人からきっと睨まれちゃったり、何なのという顔でこちらを見るんです。さらにその歌手のマネージャーさんがやってくるし、いつも緊張してドキドキしていましたとのように自分の心境を吐露していました。 NTV 紅白歌のベスト10の司会に抜擢されて1年で降板しました。それと同時にアイドル卒業も宣言し、歌手としての活動を停止、以降は本格的に女優としての道を進み始め、テレビドラマ、映画、舞台と幅広く活動したのですが、その活動はあまりパッとせず、1984年7月には10枚目のシングルである悲しみ貯金箱を明確に再開を表明しないまま歌手活動を再開することに。さらに同年にはヌード写真集を発表しています。そのヌード写真集は大場久美子さんがコメットさんの第2期で活躍していたこともあり、一部でコメットさんが脱いだと話題にはなるのですが、当時の大場久美子さんが痩せすぎていたからかあまり評判とはならない結果となりました。大場久美子さんの受難はまだまだ続き、1987年には京都でドラマの撮影をしている間に実家がもらい火で全焼したり、1990年には副業で始めたレストランであるホワイトバスが経営不振でわずか2年で閉店したり、1992年には所属事務所のボンド企画を倒産。なんとか芸能界活動を続けられたのは1993年に母親の大場貴子さんと個人事務所であるオフィス大場を設立させて二人三脚で再出発していたことがあります。ですが1994年にレストランホワイトバスの負債額1億800万円を返済することが不可能だとして自己破産をするまでとなってしまいました。
それでもなんとか母親と力を合わせて頑張っていましたが、その大場貴子さんは1999年に他界、享年62歳とのことだそうです。母親を失ったショックから大場久美子さんはパニック障害に陥りました。パニック障害に陥ったタイミングである2000年には、以前ダンスの振り付けを担当したことで縁ができていたダンサーで振り付け師の高橋哲也さんと結婚をしたのですが、パニック障害となり、そこから立ち直るための治療の中で自分がどういう人間なのかを俯瞰できた大場久美子さんは、自分の気持ちとのすれ違いに気づいて2005年に離婚をしています。離婚後、通院の他にもマネージャーなどが話を聞いてくれたこともあって、50歳を前にパニック障害は完治。大場さんは自分と同じように悩んでいる人の手助けになればと思い、認知行動療法を学び、2009年10月には日本推進カウンセラー協会の心理カウンセラーの資格を取得して、2010年から本格的に心理カウンセラーとして活動を開始しています。翌年2011年5月には、自分の大ファンである10歳年下の会社員の男性と再婚をされています。現在は心理カウンセラーとして活動をしている大場久美子さん、2023年7月10日に緊急搬送後退院したことを自身の YouTube チャンネルで発表しました。動画内では2023年7月10日に退院したことは報告していますが、もしかしたら仙骨にひびが入っている可能性が示唆されており、寝たきりの状態となっているとのことを報告していました。そんな大場久美子さんを夫は会社を休んで献身的に介助してくれたそう。また夫の両親も助けてくれていたそうです。ご家族の助けもあってか、同年7月21日には YouTube にてほぼ寝たきり状態から回復していることを報告。大場久美子さんは、座れるようになって座って上の体重がかかっても痛みがほぼほぼない感じと回復していることを話しました。優しいご家族に囲まれている大場久美子さんですが、2024年2月28日 YouTube チャンネル内で家族と別居していると明かしたのです。大場さんは、家族と別居しています、私の今後についてと題した動画を公開。動画の中で、実はタイトル通り家を出ましたと報告しました。別居の理由についてこう語っていました。主人と結婚してから住んでいるマンションでアレルギーを起こすようになりました。2回くらい呼吸困難で救急車で運ばれました。最初の頃ですね、すごく大きかったのはパニック症の経験もあるので、パニック発作なのかなって思ったんですけど、実はアレルギーだったという。アレルギーの原因についてはタバコの受動喫煙、タバコを吸った時に出る煙の中のアレルギー物質の中の何かに反応しているのかもしれないと明かしました。タバコの副流煙について大場さんは様々な対策を行ったそうです。しかし副流煙はマスクや空気清浄機でも防げず、24時間ずっと鼻の奥に痛みを感じており、心拍数や血圧も上がって失神が出たりしてしまったそうです。自宅の換気扇のそばに行くと外からの副流煙の影響が出てしまうものの、家族には何の症状も出ず、大場さんだけなことから周囲の理解を得ることが難しかったといいます。近頃は呼吸困難で目が覚めることもあり、マンションのエントランスの副流煙が来ない場所に段ボールを敷いて避難することもあったそうです。管理会社の理解を得てテントや寝袋も購入して寝ていましたが、さすがに寒さに耐えられなくなり、マンションを離れることを決断したといいます。夫の職場が近いことと、年老いた愛犬が現在の家に慣れていることから、家族での転居は考えなかったそうです。現在は老犬2匹の世話をしに数時間自宅に戻りながらホテル住まいをしている大場久美子さん、この先のことはまだ分かりませんとしながらも、自宅から出たことで症状が軽くなってきて薬も飲まないで過ごせるようになっているそうです。どんどん元気になっておりますので、突然皆様にご心配をかける動画となりましたが、元気にそれぞれ頑張っておりますので、これからも応援していただけたら嬉しいですと語っています。別居の理由がアレルギーとのことで、ファンからは心配の声が上がっています。
症状が軽くなって、またご家族で暮らせるようになるといいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。